子供だってつらいよ。おう、軒下、どうした？渡部、今からじいちゃんとスーパーマートに行くんだけど、一緒にどうだ？いや、渡部くん、こんにちは。わ、こんにちは。え、スーパーマート？なんと、ハイパートイコン買ってくれるらしいぞ。な、じいちゃん。あー、じいちゃんに任せんしゃい。え、マジで？いいなほら、じいちゃん、これこれ、これがハイパートイコン。ほ、これか。どれどれ。お、2万5千円。え、嘘でしょ。見間違いだよね。え、1、10、100、1000。見間違いじゃない。軒下、じいちゃんなんか驚いてない？大丈夫かな。やっぱ高かったんじゃ。じいちゃん、大丈夫？やっぱ高かった？え、あ、いやいやいや、これだな。これで間違いないんだな。いえいえ、よし。なんか今死を覚悟したような目だったけど。じいちゃん、やっぱ俺大丈夫かも。何言ってるんだ、コウスケ。大丈夫。すみません、これを一つ。あ、はい、少々お待ちくださいませ。ふう、今月はカップラーメンで乗り切るか。軒下、カセットは何にするんだ？やっぱハイパースパイシーボーイかな。え、カセット？あ、うん、このカセットも買わないとゲームできないから。え、そうなの？どれどれ。あ、え、8000円。さらに追加で8000円も。あ、どういうこと。無理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 。どうしよう。軒下、またじいちゃんの様子が。じいちゃん、大丈夫？大丈夫。じいちゃん大丈夫だもんね。なんかやけになってない？じいちゃん心配になってきた。申し訳ございません、ハイパートイコンなのですが、現在入荷待ちとなっておりまして。え？次回入荷日も未定となっておりまして、申し訳ありません。そうですか。そいつは残念ですな。よし、やった、助かった。走るかと思った。そうだよな、人気だもんな。あいとい、残念だったな、軒下。はっ、かわいい孫が落ち込んでいるというのに、わしは何を喜んでるんだ。よし、代わりに何か買ってやるから、好きなのを選びなさい。え、いいの？しょっちゅう。わたびくんもほら、好きなのを選びなさい。え、いいの？やったー、どうもありがとう。2点で618円になります。先ほどの反応を目の当たりにし、じいちゃんの経済力が心配になった2人は、子供ながらに気を使い、リーズナブルな商品を選んだのであった。ああ、子供に気を使わせてしまった。子どつら。軒下のいない隙に、渡部です。見てくれてありがとう。次回もお楽しみにね。チャンネル登録もよろしくお願いします。あ、言えた。